天馬屋天馬屋八丁堀ビル天馬屋八丁堀ビルは、広島県広島市中区にある天馬屋の商業ビル。2012年6月22日以降、山田電機ラビー広島が、各テナントになっている。以前は、百貨店の天馬屋八丁堀店だった。立地は、西は、中央通りを挟んで、福屋八丁堀本店が隣接。東は、広島三越、越神社。 峠劇ビルと隣接している。また広島パルコも近くにある。天満や八丁堀ビル、広島三越、越神社、峠劇ビルは非常事用の避難通路として屋上がつながっている。こうした構造は全国的にも珍しい。百貨店最終期で売り場面積21、959平方メートル、地上11階、地下1階だった。 1949年に広島中央百貨店として開店。1954年に菊谷一市の周辺デパートとの競争により経営不振になり、天満屋が出資して天満屋の関連会社の広島天満屋に改祖した。翌年、改築工事を行い、中止国発のエスカレーターや店舗前の歩道にアーケードを設けるなど話題となった。その時の建物を 改修などをして2019年現在でも利用している。その後、1956年に天満屋本体に九州合併され、天満屋広島店になった。以前は屋上部に遊園地も設けられていた。1972年5月より増築工事が行われ、翌1973年1月16日より、以前からある建物を休店して、当初は2階。 翌2月には1回、さらに3階に移して仮設売り場として営業を継続。3月より全館を休館して工事が行われ、3月29日には三越広島店の開店を前にして増改築が完成して現在に至っている。改装完成当時は8階にサテライトスタジオが設けられ、広島テレビ放送の、さて、 スタ 8&8 などの公開番組が制作された。また、1974年4月には、当時の広島では珍しかった、ファーストフードのロッテリアが、エビス通り商店街側に設けられた。建物のコーナー部の壁には、大時計が設けられ2000年代まで残っていた。1975年6月1日に7階、8階、9階の、ショールーム部分を売り場に変更することで、 1> 約1万5800平方メートルから約2万平方メートルに店舗拡大を行った。同日に、祖号広島店、福屋八丁堀本店、三越広島店も店舗拡大を行っており、同月21日には、ハイライフプラザ第一産業本店が開店している。2010年10月9日には7階八階部に、渋谷店に続き2号店となる。 マルゼン純駆動書店に広島店がオープンした。マルゼンは以前、本通りに出店していたが、2002年に撤退していた。天満屋への出店により、マルゼンは広島への再進出を果たした。また、純駆動書店は、広島への出店が、ALLA 館以来で2店舗目となった。広島市内中心部の上谷町、八丁堀地区に立地する店舗としては、 福屋八丁堀本店に次いで古い百貨店であった。屋上は2002年のビアガーデン営業を最後に現在も閉鎖中である。2011年9月10日の日本経済新聞に翌年2月の閉店及び山田電機への賃貸交渉をしているとする記事が掲載された。また翌日の中国新聞にも 自社売り場の縮小及び専門店への売り場を賃貸する記事が掲載された。9月11日時点の中国新聞の取材では、天満屋の担当者は閉店については否定していた。同年9月30日に天満屋より当店の地下1階から6階について、天満屋直営の運営を2012年3月上旬に取りやめることと、 取りやめ後の複合商業施設転換することを発表。また、従業員に関しては、希望に応じて近隣店舗への転勤。7回以上のマルゼン純駆動書店、画廊、レストラン街については引き続き営業予定としている。報道機関によって、複合商業ビル転換と閉店、貸しビル化へと表現は分かれているが、内容については一致している。 中国新聞の報道では空きスペースになるフロアに山田電機の入店を報道している。また、天満屋全体の売上減少額の多くを八丁堀店が占め、負債3点を支えることができなくなったことも理由として報じている。さらに、山陽新聞の報道では営業終了後の建物の名称を天満屋八丁堀ビルにすると報じている。2012年3月4日に 直営部分の地下1階から6階が閉店し、百貨店としての58年の歴史に幕を下ろした。先行して専門店化した7階以上のテナントに関しては2012年3月4日の百貨店閉店後も引き続き営業。7階にある天馬や広島八丁堀美術画廊の横に天馬やお客様受付カウンターが設置され、閉店後のアフターケアを行っている。 2012年6月8日、1階から5階までをラビー広島として、同月22日に開業すると、山田電機より正式発表された。6月22日に予定通り開業した。同日に、デオデオ本店新館もオープンしている。同年9月14日には、6階にユニクロが出展した。また7.8階の書店は、純駆動が撤退し、現在は、 丸ンの単独店舗となっている。2017年2月3日に公表された広島県の耐震性能調査において、震度6強以上で倒壊、または崩壊する危険性が高いとされたが、建て替え、耐震化の方針や時期は見通しが立っていない。百貨店閉店時商業ビル転換後、ありがとうございます。